はい、トラポンです今日はですね、明日の11月23日土曜日の私のですね勝負レースの方をお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、1つ目の勝負レースとして考えているのがですね、京都の8レース、3歳以上2勝クラスのダート 1400m ですね。まあ、このレースをですね、勝負レースに挙げた理由といたしましては、まあ、人気馬がちょっと怪しいかなということですね。 まず一番人気のタガノプレットリアはですね前走まあ2着と構走したんですけども不良馬場の2着だったんですね不良馬場の馬場状態で足抜きが良かった状態での2着ということで明日はですね今のところ京都競馬場は両馬場なんですねはいということでですねやはり路盤が変わるとですねやっぱリズムも変わってくるということで まあ前走短縮で激走した、人気薄で激走したということもありますし、まあ、反動が出てもおかしくない。プラスですね、まあ、両馬場から、あ不良馬場から両馬場のロバン変更ということですね、また同じ再現性がやはり薄いということで、一番人気がまず怪しいというのが一つ目。そして二番人気のスマートアルタイルもですね、内枠から、まあ、再内枠で、まあ、後ろから行く馬なんですけども、やはりね、裁けない可能性があると。 まあもちろん前々走が1位の上がり35秒3タイム差なし2着そして前走も上がり2位の37秒4でまあ4着と0秒3差もちろんですね安定して上位に食い込む力はあるんですけども阪神競馬場から京都に変わるというまあこれもですねリズムが変わる一つの要因ですので。 まあこの真柱を見ても分かる通りですね。1番人気5着、1番人気6着、2番人気6着。ということでですね、結構人気を裏切るタイプの、やはり後ろから行く馬なんでね、成績が安定しないんですね。それがまた再打ち枠に入ったということでですね、このスマートアルタイルも怪しいと。で、3番人気のソリスト、あまあ、3番人気予想ですね、ソリストサンダーも、まあ、そこまでね、安定してくるまでもないんで、 そう考えたときにですね、上位1番人気、2番人気、3番人気が非常に怪しいということで、このレースを勝負レースとして狙っていきたいと考えました。で、本命はですね、14番のメランですね。このメランはまだ4走とキャリアが浅く3歳馬でですね、全然あの上積みも期待できます。 初戦、阪神、2戦目、阪神、1400メートルという競馬で逃げて、1着、2着、2着のタイム差なしですね。3走目は中京でまあ逃げれず、2番手から追走、久々の競馬ではあったものの、13着に大敗。前走福島の距離延長、1700メートルダートで1着と。簡単に見ると、ですね逃げたときは100%の連帯。逃げれなかったら大敗。 ただ、この逃げれなかったら大敗というのはですね、まだ決めつけは早いかなと。まあ、休み明けプラス左回り初めてですね、まあ、その辺にも原因があった可能性もありますので、仮にですね、この内枠の穂かも、まあ、逃げる可能性があるんですけども、穂香がもし行って、まあ、外から2番手追走になったパターンになってもですね、まあ、崩れる、崩れない可能性もあると。 でもし、ほのかがそこまで突っ張らなければですね、メランの逃げ切りで十分狙えるんじゃないかというふうな判断ですね。で、この10タイムでも,で,もですね、メランが34秒2、メンバー中1位の10タイム持ち、そして、ほのかは34秒9ということで、コンマ7メランの方が早いんですね。だから本気を出せば、メランが間違いなく、 花は切れるんですね、まあ、もちろんね、破音球を出せばといってもあの、スタートからですね、まあ、壊滅的なペースで逃げてしまえば、もちろん最後まで持たないわけですから、まあ、ダメなんですけども、まあ、その辺はですね、まあ、臨機応変にもしほのかが突っ張ってくるなら2番手での競馬。でも僕は、まだ2番手がダメっていう決めつけは、まだできないと思うんでね。 もし2番手になっても大丈夫じゃないなんじゃないかなという考えでこのメランを本命にしています。で、もしほのかがいかな,いかなくてメランがもう短期でいけるんだれば、まあ、かなりの確率で僕は2着までは堅いかなというふうに踏んでいます。ということで、馬券の組み立てはですね、まあ、メランを軸にですね、かんあメランの生まれんで考えてますね。3連覆 もう買いたいっていう方いると思うんですけど、このレースに至ってはですね2列目ですね、2列目何を置くかっていうのが非常に難しいんで、まあ、3列あ2列目のま解、あ、明をミスったときにメランが来てるのに外れたということだけは避けたいんで、僕はメランはですね3着というよりも1着か2着に来るんじゃないかなと。もし 逃げれずにですね、まあ、全然そういのようなことが起こったらもう着外に沈むというふうな読みなんで僕は生まれんで手広く流していきたいかなというふうに考えていますはいまあ絶対にいらない馬っていうのはですねまあライナス大名銀河、うん、まあ穂かもまあおそらくは仮に無理に行ったとしても多分垂れると思うんですけども まあ名称バイタル幸せですとかまあこの辺はきついとは思うんですけどねですのでまあ,ある程度ですねこのミスティックとかこの辺はまあ切ってもらってあとは手広くですね大穴は僕は15番のインペリオアズールですね逃げ馬の1頭外枠というのは非常に競馬しやすいですしまあ距離短縮でです距離短縮で僕は 1700m 高走馬というのは 1400m と非常に相性がいいっていう風なな考えなんですねやはり小回りの 1700m である程度先行したままというのはですね 1400m の上でも非常に相性がいいという風なことが多いですですのでね朝の第一レースの 1200m1400m、まあ、特に 1400m ですね朝の午前中に組まれてるレースもですね 1700m 戦の ででね、先行して、バテた馬っていうのは非常に狙いやすいというふうに思っています。ですので、この15番のインペリアス数ですね、5層前、ここらで3着の実績があります、先行して。まあ、この馬がずっと1700メートル使って、まあ、前走が1800メートルなんですけども、1400メートルに短縮することは十分激走してもおかしくないかなというふうに踏んでるんで、この15番が、まあ、唯一な大罠ですかね。 まあ、メランが推定4番人気、生まれん換算で果たしてどれぐらいの人気になるのかということなんですけど、まあ、僕のボーダーラインですね、生まれん総流しッツが最低でも3.5倍は欲しいかなというふうに踏んでいます。これが3倍前後までもし生まれんが売れるのならば、まあ、場合によっては見送ってもいいかなと。やはりメランもですね、若干の不安点がありますから、まあ、そこまで売れてしまうようならば、 まあ、あれですね。まあ、剣してもいいかなと。まあ、本当に生まれんが売れちゃうんだったら、まあ、単勝一点勝負でもいいかなっていうふうには踏んでますけどもね。はい。ということで、まあ、京都の8レースはですね、まあ、メランかなと。メランを軸に生まれんで手広く流すということで、まずいきたいと思います。はい、続いてはですね、勝負レース2つ目ですね。 はい、2つ目はですね、東京10レースの銀レーステークスですね。はい、このレースを勝負レースとして挙げたいと思います。このレースもですね、まあ、内枠にサシューマの2番、ブルベアリー・リーが入ったというのがまず1つですね。で、そしてですね、レッドルゼルが格上げでしかも距離延長と。 いうことでもちろんこのま,ま 1400m で実績はあるんですが短縮で激走した後の延長というのはですね若干危険を伴うという感じがありますそれでさらに左右1枠なんでねまあ、スピードの違いで、まあ、1枠一番なんでね鼻切って逃げ切りの可能性ももちろん十分あるんですけどもまあ距離延長なんでね、まあ あったり止まる可能性もまあ十分あるかなというふうに思っています。で3番人気のアームズレングスもですね、まあ、1600m では非常に安定した走りなんですけどもやっぱり距離短縮ですよね後ろから行く馬が 1400m で一反応の短縮まあ対応はできるとは思うんですけどもただ全幅の信頼が置けるかって言われてしまうとやはりハテナですよね。 ということで、このレースもですね、1番人気、2番人気、3番人気が危ないんじゃないかなという僕の見立てがありまして、まあ、勝負レースとして挙げています。で、まず1つ目の本命馬は、マイウェアムールですね。まあ、このマイウェアムールはですね、まあ、全体の成績を見る感じですね。はい。まあ、当初はですね、まあ、芝スタートから始まって、3走目からダートに変わってですね、まあ、ダート1 0 0 4で3着、1000、2で1着と。 いう感じでまあ、ずっと来ましてまあ、500万を買ってですね、戦力でそのあと千技と千八ばかりを使い出すんですが、まあ、4走連続、まあ、さっぱりだったとそれでこの藤田七子ジョッキーに乗り換わってさらに競馬場も東京競馬場の 1400m に変わった途端ですね成績が,まあ川が一変するんですね。 これ2着、で、次走の同じ東京専用のダートで1着という感じで、まあ、1000万条件を突破します。で、この中京のですね、桶狭間ステークスですね、このレースはちょっとぜあのレース展開的に前に行ったのがきつかったんですね。ということもありまして、まあ5着に敗れてしまうんですね。まあ、クラス、 まあ格上げ初戦の一発目ということもあってねまあそれにしてはいいレースだったんじゃないかなとでこのテレビ静岡賞じゃあ東京戦用で負けてるんじゃないかとこのレースもですねあのレースの質がですね結構この馬にとっては厳しかったんですねというのはですね この上がりタイムですね。上がりタイムを持った馬が上位に来てしまったですね。上がり1位だタイム持ち1位だったドリューが1着。2位のタイセブレシャスが3着。これが14番人気でした。で、グローバルシールはまあレース自体は逃げたんですけども、まあ4位だ。4位タイの上がりタイムを持っていたということでですね。この上がりタイム上位を持ってる馬が、向くレースだったんですね。 じゃあマイネラ・ムーラどうだったんだっていうとこの37秒0ということでですねかなりメンバーの中では下の方の、あのー、タイムしかなかったということでこのレース、まあ、当然負けるべくして負けたということなんですねそれで前走も 1600m という、まあ、距離延長で、まあ、これも当然負けてしまうのはまりいたした方ないということでで この 1400m にまた戻ってくるわけですね。ですので、ここでまたもう一回ですね、本来の走りができるチャンスが出てきたんじゃないかというふうに踏んでいます。ただ、一つ懸念材料があるとすると、現状、東京競馬場は不良馬場なんですね。そうなってくるとですね、また上がりタイム持ちの方がいいレースの質になる可能性はまあもちろんはらんでるんですが、 ただ、どうなんですかね、まだ不良馬場まで一気に悪くなってしまうとね、やっぱり足抜きが良くなって、前が有利という風なパターンになる可能性もまあ,あるんで、その辺はですね、明日の朝からダートレースの流れを見て、まあ、最終的な判断はした方がいいと思うんですが、ただこの眉ェアムールがこの推定8番人気ですね、まあ、で人気が落ちてきたというのはですね、非常に 狙いどころじゃないかというふうに踏んでいます。まあ1600万でも4番人気4番人気というふうに人気になった馬が、まあ、前走のこの 1600m の負けによって一気に人気が落ちてきたということでですね、ここは狙い目じゃないかなというふうに僕は見ています。ただどうしてもね、上がりタイム持ちのレースになっちゃうと、まあ、若干厳しい展開もあるかもしれませんが。 まあ僕は死ぬ気のいい先行馬有利の馬場というのを予想してこの1頭をですね上げたいと思いますそしてもう1頭はですねイダペガサスですね7番のこの馬も前走 1600m からの距離短縮で、まあ、ずっとこの、ね、馬柱を見ても分かる通り金走はずっと 1600m を中心に使われててですね今一つ今一歩の競馬が続いてるんですがこの距離短縮がですね僕はいい方に出るというふうに踏んでいます 1600m のレースを見る感じですね先行もできますし距離短縮すればですね、まあ、今まで今一歩だった最後の爪の甘さがですね一気に押し切れるレース展開もできるんじゃないかというふうに考えていますですのでこのイダ・ペガサスも面白い一頭として挙げておきますそれで、まあ、大穴はですね まあ、マイネルラックですかね、まあ、前走3着来たからというわけでもないんですがこのままは常に自分の持ちタイムだけは,は確実に走るタイプで混戦になった時にはですね結構際どい競馬を毎回してるんですねで結構いいレースをしてもですね毎回人気がない、まあ、人気にならないタイプの馬というか まあ人気からもですね100円か200円押さえておけば、まあ、十分オッズはつくんでね、マイネルラックは押さえておいた方がいいかなと。そして明日上がりタイムのレースの展開になればですねもう1回、タイエイプレスラスの前々の3着もありますから、この間がね前走 1600m で距離延長で大敗してまた人気落ちてますから、1400m に戻るのもプラスですし、また上がりタイム持ちのレースの質になれば、またタイエイプレーサースのね、 激走ももう一回期待できるんじゃないかなっていうふうに考えていますまあこのメンバーはですね結局人気馬がやっぱ怪しいということでねこのレースもやはり人気馬がもし崩れた場合というのはもうどれが来てもですねおかしくないような感じなんですね2着に突っ込んでくる23着に作る馬はですのでやはりこのレースもですね 僕はマイエアームールで行くにしろ、イダーペガサスに行くにしろ、僕は生まれんから手広く流していきたいかなと。このレースもやはり3連覆でですね、2列目の買い目がやっぱ難しいんで、僕は3着を期待して買うよりは、1着、2着を期待して生まれんで勝負し,たいしていきたいかなと。 <laughs> いうふうに思っています。もちろんね、両方買えばいいっていう考えもあるんですけどで、やっぱり両方買うとですね、資金も結構使ってしまうんで、僕は生まれんでね、勝負していきたいかなというふうに思っています。はい。ということでですね、まあ、簡単にですが、明日の勝負レースは今のところ2レースと、まあ、特に東京はですね、あのー、現状雨が降って、バ場も結構 変わっっててきちゃってるんで、ね、まあ明日のレース特に午前中からずっとレースを見ていった方がいいと思います特に芝なんかはね先週までのその上がりの早い馬場状態から、まあ、雨が降ったことによってやっぱ変わってくるんで、まあ、芝レースは結構慎重に馬券は買った方がいいかなと、まあ、じっくり見た方がいいんじゃないかなっていう気はしますねはい ということで、京都8レースは14番のメラン、そして東京10レースは14番のワンエアームールとイダペガサスが面白いんじゃないかという感じですね。もしよければですね、このまを絡めて、まあ、自分の本命と一緒に買うもよし、まあ、そのままねあの、僕と同じ感じで、まあ、買ってもいいんですけども、まあ、参考にしてみてください。はい。また明日ね、日曜日の勝負レースもですね、 できればジャパンカップもですね土曜日の競馬を見た後のかあの結果を踏まえてですねもう一度見解を述べられたらいいなと思っています。はいということで今回の動画は以上になります。もしよければグッドボタンの方よろしくお願いします。以上です。